アメリカ陸軍の ATB 全地形対応車は、不正地を含む様々な地形を進むことのできる原動機付きの車両である。米国規格協会の定義によると、全幅50インチ以下、重量600ポンド以下で低圧タイヤを装着し、小座式シートと合計ハンドルで操縦される車両とされている。日本では、バギー、四輪、バギー、海外では、クワット、 クワットバイクとも称されている。カザフスタン共和国軍の武装をエイテビ3輪、または4輪のタイヤで走行し、乗車定員が1名、ないし2名の乗り物である。オートバイの技術を流用した車体構成となっていて、ハンドルやシートをはじめとする乗車装置がオートバイと同様の構造であることから、乗車姿勢もオートバイに類似している。 かつては三輪の車種が主流だったが、転倒事故が続出して、アメリカで訴訟問題に発展したことから、次第に四輪 ATV のみの生産となった。二輪のオートバイとは異なり、アクセルは親指で押すレバー式が多い。変速操作には、ペダル式やハンドレバー式のほか、無断変速機を搭載したものがある。大きく分けて、スポーツ型とユーティリティ型に分けられる。 スポーツ型は、主にモトクロスや、ラリーレードなどの競技に用いられる車種として発展したもので、ダカールラリーなどの国際競技への登録及び、出場が可能な車種もある。ほとんどが、あと二輪を駆動し、ディファレンシャルを持たない。レジャー用に排気量 50cc のエンジンを搭載した車種も増えており、台湾や中国でも生産されている。ユーティリティ型は、農林業で2 0や、 巡視用途として広く利用されており、牧場で家畜を覆う際に用いられたり、レジャーに用いられたりすることもある。四輪駆動の車種もあるほか、より積載能力の高い六輪のものや、水陸両用の特殊な構造のものなどがある。軍用としてオートバイの代わりに採用している国もある。私有地などの限定された敷地内では運転免許や、 年齢制限などの運転資格は要求されず、アメリカでは一定の条件を満たせば16歳以下の子供でも高有地を運転することが許可される州もある。一方、日本では体験操縦できる施設や競技組織においては年齢制限を設けている。また、メーカーによっては車種ごとに対象年齢を指定している場合もある。日本では道路運送車両法に基づく、 保安基準を満たした一部の車両のみ行動を走行することができる。排気量が 50cc を超えるもののうち3輪のものは自動二輪車の保安基準を満たすことで、側車付自動二輪の一種であるトライクとして登録できる場合がある。4輪のものは自動車として扱われ、保安基準も同等のものが適用される。このうち衝突安全性の基準や排出ガスの基準に、 ついては、これらを満たした製品は日本では販売されていない。2006年に GG が製造し、ガレージボスが輸入販売していた GG クアットは小型自動車として登録できる。現在は特殊自動車にも該当する分類がなく、その他の車両の分類として認める告示は国土交通省から発布されていないため、小型特殊自動車や大型特殊自動車としての登録はできない。 2007年8月以降、日本では輸入車を含み道路運送車両法に基づく保安基準、排気ガス規制を満たしたエイテは販売されていない。ありがとうございます。